はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、雑談です。うん、ちょっと雑談して、おしまいにしようかなっていう、俗に言うネタ切れとか、動画の編集が間に合いませんとか、そういう類の状態です。うん、でね、届きました。じゃん、クラウンのね、スーパーライフル U10、U10 って言うの？僕は U10 って言うけどね、U10、ジュニアじゃなくて U10 シニアね。うん、いいですね。やっぱり久しぶりに触ったけど、U10 ジュニアの方はね、スコープタイプをずっと前に、だいぶ前だけどね、一回レビューしてるんで、特にね、目新しいトイガンでもないし、もうこうやって出しちゃってバシバシ遊んでますが、うん、そのうちね、箱出しで性能チェックと、バイポッドの取り付けとスコープの取り付けと、またゼロインもやろっか。じゃあスコープのゼロインとか、そういうのをちょっとやっていこうかなと、うん、思ってますんでね。まあ分解も変わんないよね、タイプ96とね。うん、まあ何回やっていこうと思ってますと。でね、ちょっといじってみたんだけど、まずね、長い。すげー長いんだね。一番奥が東京マルイのエルクロなんだけどね、一番奥がほら長さね、一番奥が東京マルイのエルクロなんだけど、すごいね、長くて、うんね、なんでもうエルクロに匹敵するほど長い。まあスリムだけどね。うん、今 ASGK のプリント入ってます。うん、まあほんと取り付けるネジ穴むき出しなんだよね。ちょっと笑っちゃったけどね。まあこんな感じ。これはちょっとね、動画は2、3撮り終えたところなんだけど、まあまあ、うん、これが届いて嬉しいよっていう報告ですかね、単純に。で、スコープ取り付けるのに、こう、マウントレールがやっぱり必要だし、うん。で、バイポッド取り付けるのに、これさ、バイポッド絶対苦労するやつなんだね。俺知らなくてさ、このスイベルスタッドっぽいやつにハリスタイプのつかないし、うん、バレルにクランプするタイプか、ね、あとはアンダーレールをつけて取り付けるかね。それかスイベルスタッドをどっか取り付けるかとか、まあちょっと加工して取り付ければすぐつくと思うんだけど、まあ、そんな感じになっててね、ポン付けができないんだなと思って今見てました。なんで、U10 ジュニアでもシニアでも、スコープバイポッド付きのやつを手っ取り早く買った方がいいかもしれないですよ、どっちも欲しいよって人はね。うん、まあ、僕はね、バイポッド好みのやつ付けたかったし、スコープもね、やっぱりね、スコープタイプだと4倍固定なんだっけっていうのがあって、まあ自分で選んだスコープを取り付けたいなって思ったんで、レールはね、ポチってあります。で、こっちはアンダーレール適当なやつ加工して取り付けて、バイポッドを取り付けていこうと。そんな風に考えてるんでね、そんな感じで段階的に動画になっていくと思います。ね。いや、終わりです。もう今日、終わりですよ。もう今日の雑談。何話そうかな。うん。今日ね、午前中、ちょっと、天気が持ってたんでお魚釣り行ってきて、まあヘラブナ釣りですけどね、もうそろそろ寒いじゃないですか。なんでね、ヘラブナ釣り行ってきて、そしたら午前中で20枚近く釣れて、ちょっとびっくりするっていうね。うん、この時期、まあこの時期まだ釣れるか、でもまあちょっといろいろ都合があって午前中だけ行けたんだけど、ほんのね、6時ぐらいから始めて10時過ぎぐらいまでやったのかな、4時間ぐらいね、釣って20枚ぐらい上がってびっくりしたっていうね。うん、まあそれも今度動画にしようと思います。それより前、先週ヘラブナ釣りに行って猫と遊んできた動画もあるんだけどね、それはまたね出そうとは思うけど、そんな感じの予定になってます。週末じゃない部分、週中でね、のんびりした光景の動画でも上げつつ、うん、この辺の動画をね、また作っていこうかなっていうところですね。予告編っていうか、あ、そうそう。で、コメントくれてた人がいて、これのジュニアだかの中古を狙ってるって人がいて、うん。
でスコープタイプ買おうと思ってるんだなんていうコメントがあって、で僕も返事したんですけど、あのスコープタイプなんか自分の好きなスコープ乗っけるにはやっぱりマウントレールが必要で、それが1000円ぐらいするんだっけ。でね、スコープが、まあ、2、3000円なんで安いのだとね、都合4000円の追加投資しないとスコープが乗らないんでね、僕もうちょっと安くスコープ乗っかりますよ的な返事をしちゃったかもしれないんで、まあそういう場合はね、本当選択肢いろいろあるんでね、うん、好きなスコープ乗っけたいときはこういうサラなやつ買えばいいと思うし、倍率4倍固定になっちゃうけどね、うん、手取り早くスコープもポンポンとついてるやつ欲しいっていうんであればスコープタイプがいいのかもしれないし、まあその辺よく考えてね選んでみてくださいという感じです。よし、ということでね、今日の動画おしまいです。うん、本当はさ、週末またねライブ配信でもやってダラダラグダグダおしゃべりでもしようかななんて思ってたんだけど、トイガン出してライブ配信やると動画消されちゃうんでね、うん、まあこんな感じでダラッとゆるいおしゃべりでおしまいっていう感じですね。いやー、しかしねこれねすごかったですよ、うん、すごかったですよって5メートルでしか打ってないからあれなんだけどさ、まあその辺も動画でお伝えできればなと思ってます。こんな感じです。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。打つべし、打つべし、打つべし。これね、今日打ちまくりました。